こんにちは。ネックス工業へようこそ。日の丸半導体の逆襲が始まっています。半導体は製造業には欠かせないものとなっており、その重要性は年々増す一方で、半導体の安定確保はもはや国家戦略となってきています。日本はかつて半導体分野において隆盛を誇っており、日の丸半導体は世界でもトップクラスの競争力を持っていました。しかし現在では安いアジア勢に押されてしまい、市場の主導権は奪われてしまいました。半導体の重要性が増す中で、日本の国家戦略の一つとして、もう一度強い日本の半導体産業をという声は強くなっています。今回はそんな日本の半導体産業が逆襲ののろしを上げていることにフォーカスしていきます。この動画では復活を狙う日本の半導体産業、そして半導体産業で発生しているイノベーションについて解説していきます。日本の半導体メーカーは1970年代から1980年代にかけて、 DRAM、ダイナミックラムや LSI、大規模集積回路などの開発に成功し、世界市場でのシェアを伸ばしました。特に NEC、東芝、富士通、日立製作所などの大手メーカーは、高度な技術力と製品品質で世界市場でのリーダーとなり、日本経済を支える重要な産業となりました。ただその崩壊の足音はすぐそこにまで迫っていました。1990年代以降、半導体市場は急速にグローバル化し、韓国、中国、台湾などの新興勢力が参入します。これらの新規参入メーカーは低価格を武器にシェアを伸ばし、それに対抗するために日本の半導体メーカーも価格を下げていきました。販売価格が低下することで収益が悪化し、不採算事業の整理や海外生産拠点の設立、事業の再編成が進められます。現在日本の半導体メーカーは東芝メモリ、ルネサスエレクトロニクス、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングなどが主要企業として踏みとどまっています。これらの企業は半導体の製造プロセス技術や品質管理技術などで高い評価を受けており、自動車や産業機器、医療機器などの分野で高付加価値製品を開発し生き残りました。しかし台湾勢が技術水準を向上させており、日本の半導体メーカーが置かれた環境が安泰とは決して言えない状況です。ただ市場としては IoT、5G などの新興分野での需要が伸びる中、高度な技術力と製品品質により注目が集まっており、日本の半導体技術が再び輝きを増す可能性も指摘されています。そんな半導体業界では技術革新が進んでいます。それは次世代の高性能チップの開発、いわゆる2ナノメートルプロセス技術の開発です。2021年現在、世界的な半導体メーカーの多くは5ナノメートルプロセス技術に移行し、2ナノメートルプロセス技術の開発に取り組んでいます。一部のメーカーは2023年に5ナノメートルプロセス技術で量産を開始し、2ナノメートルプロセス技術での量産は2020年代後半と見込まれており、メーカー間の競争は熾烈です。2ナノメートルプロセス技術の開発は現在の最新技術である5ナノメートルプロセス技術よりも難しいと言われています。しかし開発に成功すれば半導体メーカーとして一つ抜けた存在となることが可能で、市場の優位性を確保できます。半導体が5ナノから2ナノになることで次のようなメリットが期待されています。まずはパフォーマンスの向上です。より高速な処理が可能となり、高性能なプロセッサーを製造することができます。またこれまで以上に多くのトランジスタを配置できるため、高密度な回路を実現することが可能であり、チップとしてのパフォーマンスの向上が期待できます。チップとしての性能が上がり、製品に求められる性能をより小型のチップで達成することが可能になるため、製品そのものを小型化することも可能だとされます。次にエネルギー効率の向上です。2ナノになることでより低電力で動作することが可能であり、バッテリー駆動のデバイスやスマートフォンなどのエネルギー消費を低減できます。シンプルに製品のバッテリーの持ちが良くなることが期待できるのです。ただ一方で
コストの増加が懸念材料です。2ナノメートルプロセス技術はより精密な技術が必要であり、開発や製造に高いコストがかかるとされます。加工自体の難易度が高く、微細な欠陥や汚染物質がプロセスに影響を与える可能性があり、製造するためにはこれまで以上の設備を揃える必要があります。2ナノ半導体がメインになる時代が近づく中で、半導体業界が大きく変わる可能性が高まっています。これまで以上に高い技術力が求められる中で、価格面で劣勢に立たされていた日本勢の巻き返しというシナリオも考えられます。日本の半導体メーカーが2ナノの半導体製造技術を開発し量産化に成功すれば、競争力を持って市場に進出することができるかもしれません。日本半導体産業復興のために設立された企業ラピダスは、北海道千歳工業団地に新規工場を建設することを決定し、工場建設に計5兆円を投資すると発表しました。ラピダスの小池社長は、世界最先端の技術を実現する世界一の工場を日本に作るという使命を持っている。工場と関係施設、研究所を一箇所に作る、と話しました。ラピダスは、2ナノ半導体を2027年には量産するという野心に満ちた目標を掲げており、経済界では日の丸半導体の復活と取り上げられています。ラピダスは、アメリカの IBM と2ナノ半導体の共同開発、並びに量産に向けた戦略的パートナーシップを締結し、量産体制を構築することを目指しています。こうした背景には安全保障問題も絡んでおり、国家主導で半導体産業を育成する中国に対抗し、アメリカでは半導体の国産化を促進する法律が成立しました。アメリカ陣営の半導体産業育成に協力することで、中国に対抗するという狙いもあるのです。日本としても、2ナノ半導体の開発のための資金的なバックアップを受けられるというメリットがあります。半導体業界で大きな勢力となっているのは台湾勢ですが、大きなリスクが懸念されています。それは台湾有事と呼ばれる軍事的なリスクです。中国は台湾統一を国家目標としており、中国と台湾は歴史的に敵対関係にあります。中国経済そして軍事力が強化される中で、台湾有事が現実のものとなるのではないかという声が上がっています。もしも現実に台湾有事が発生した場合、半導体の生産どころではなくなってしまいます。そういった意味でも日本に拠点を置くことのメリットが見直されているのです。台湾メーカーも日本に半導体工場を建設するといった事前の防衛策を行っている姿も報道されています。マーケットリサーチ会社であるヨールデベロップマンによると、2025年には2ナノの半導体市場規模は約280億ドル、日本円で約3兆7000億円に達すると予測されています。2ナノ半導体は未来の技術とされており、実際に製品に使われているケースは限定的で、市場としてはまだまだ成長途上です。しかし2ナノの半導体が普及することにより、高性能、高速化や省電力、低消費電力化が進む機器やシステムでの需要が増加すると考えられています。例えばスマートフォン、ノートパソコン、自動車、ロボットなど、あらゆる分野で2ナノの半導体が利用されることは確実です。そのため急速な市場拡大が見込まれており、もしもこの市場でシェアを獲得することができれば、非常に大きなビジネスチャンスとなるでしょう。さらに言えば、2ナノ半導体を自前で確保することが可能となれば、それを使った製品のビジネスも考えられます。安全保障としても半導体分野の生産能力と開発技術を保持することは重要であり、日の丸半導体がどういった姿になっていくのか注目していきたいところです。まずは2ナノ半導体の量産技術とその体制を作り上げること、そしてラピダスがどういったビジネスを展開できるのかという部分も注目です。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。
リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。